こんにちは、藤田です。今日も一緒にエクササイズやっていきましょう。今回は簡単20秒腹筋500回よりも痩せる、お家で立ったままにお腹がへこむし太ももも細くなる、お尻も上がる簡単エクササイズ一緒にやっていきましょう。今回やる内容なんですが、立ったまま片足で立ちます。そのまま腕と足を20秒間振っていきます。思いっきり振っていきます。この時に大事なのは足を後ろに蹴る方に力を入れます。だからこう伸びるように力を入れていきます。この20秒片方終わったら、次は逆の足を20秒、おかしくなりましたね、20秒やっていくっていう方法をですね、交互にやっていきます。それでは早速一緒にやっていきましょう。準備いいですか？今日はなんかグダグダですね。それでは早速やっていきます。準備いいですか？いきます。でしんどい方はですね、壁支えてもらいながらやってもらってもいいですので、ぜひ一緒にやっていきましょう。それではいきます。よーい、はい、こうですね。こういう風にしていきます。これを20秒間するだけで、お腹の筋肉、腸腰筋っていうのも効いてきますし、後ろに蹴ることによってお尻の大臀筋とかの臀筋群も効いてきます。また片足で立っていることによってバランスも鍛えることができるので、一石二鳥三鳥です。はい、 OK です。次逆向きいきましょう。逆向きも20秒一緒にいきます。よーい、はい。この逆向きですね、結構得意不得意あると思うので、得意な方、得意じゃない方っていうのです。僕こっちめちゃめちゃ下手くそですねめちゃめちゃ下手くそなので、ぜひですね、やりにくい、やりやすいみたいな方をですね、やっていただけると、弱い方、強い方が分かると思います。はい、どうでしょうか。お疲れ様でした。今回はですね、お尻の方とお腹の方、全身を一気に鍛えていく方法になっております。たった20秒交互するだけで結構熱くなってきますよね。なのでまたですね、明日も一緒に運動をやっていきましょう。お疲れ様でした。そしたらまた明日、バイバーイ。